な暇そうな任務ノーサンキューだってばよ。もっとこう大活躍できる任務をやらせてくれよ。あ？なんか文句あんのかこら。あんまりわがまま言わないでちょうだいよ。怒られるの俺の方なんだから。三代目のじいちゃんはもっと物分かりが良かったってばよ。え？なんか言ったか？なんだ、騒々しい。砂隠れの風影が、暁という組織の者に連れ去られたと、たった今連絡がありました。ガーラ？これより、カカシ班に改めて任務を言い渡す。直ちに砂隠れの里へ行き、状況を把握し、木の葉へ伝達。その後、砂隠れの命に従い、彼らをバックアップしろ。了解！頼んだぞ、カカシ。わかりました。よし、二人とも、用意ができたら、木の葉の門に集合だ。すぐに砂隠れに向かうぞ。はい。よし、さっさとガーラを助けに行くってばよ。ん？おお、今から任務に行くのか？わし！ナルト、あまり無理をするなよ。確かにお前は強くなったが、冷静さを欠けば必ず墓穴を掘ることになるぞ。わかったってばよ。カカシ、ナルトのことよろしく頼んだぞ。はい。それじゃ行こうぜ、さくらちゃん、カカシ先生。なんだってばよ、お前たち。黄色い髪にオレンジ色の貴様だな、俺たちの棟梁を捕まえた男は。棟梁って、あの盗賊団のおっさんのことか。棟梁をよくも、貴様を許すわけにはいかねえ。あいつら、あ
の盗賊団の残党か。盗領の仇だ。急いでるのに仕方ねえ。すぐにぶっ倒してやる。やってやるってばよ。勝てると思ってんのか。簡単に諦めてはくれねえみてえだな。でも俺だって負けるわけにはいかねえんだ。よし、今はとにかく砂隠れに向かうってばよ。ゲット。
やった。来てくれたか。ガラは、ガラはどこだってばよ。落ち着いて、ナルト。いや、すみません。こいつ、熱くなると止まらないもので。それで、ガーラ君は？ガーラは、暁に連れて行かれ。まだ見つけられずにいる。どうやら川の国方面に向かったとの情報は入ったが。川の国か。暁の追跡はどうなってるんです？勘九郎が奴らの後を追ったのだが、逆に敵の毒にやられ。毒に？医療班が言うには解毒方法が分からず、このままでは長くはないと。大丈夫です、うん、私が見ます。さくらちゃん頼む。どうだったの、さくらちゃん。うん、直接毒抜きをしたから、もう命に危険はないわ。よかったってばよ。まさか。ここまでの技術を持った医療忍者がいるとは。でもまだ完全に毒がなくなったわけじゃないんです。完全に毒を消し去るために解毒薬を作らないと。解毒薬？ねえナルト、
ちょっとお願いがあるんだけど。おう、俺にできることがあるなら何でもやるってばよ。じゃあこの近隣の砂漠に解毒サボテンっていうサボテンがあるんだけど、その茎の一部を取ってきてくれる？それだけ今手元にないのよ。解毒サボテンだな。分かったってばよ。解毒サボテンはこの時期白い花を咲かせているはずよ。他のサボテンと間違えないようにね。了解。さてと、それじゃあナルト、サクラ、あとは頼んだぞ。俺はこれからのことを木の葉に連絡しなきゃならんから。よし、そんじゃ解毒サボテン探しを始めるってばよ。Ah!
さくらちゃんの言ってたサボテンだな。早速茎の一部をいただくってばよ。これでよしっと。あとはさくらちゃんにこれを渡せばいいんだな。材料を持ってきたってばよ。ありがとう。これで解毒薬ができるわ。さくらちゃん、勘九郎は？解毒薬が効いたわ。あとはゆっくり体を休めていれば大丈夫。治療は無事に終わったようだな。はい、なんとか。俺の方も用事は済んだ。そろそろ行動を開始するぞ。ガーラを追うんだな、カカシ先生。とにかく奴らをそのままにしておくわけにはいかない。俺たちはこれから川の国に向かう。はい。用意が整い次第砂隠れの門に集合だ。了解。